はい、それでは早速油で揚げていきたいと思います。はい、魚はこっちんで、最初にねちょっとね、こっちやらなかったんで、臭みを取るために油の中に、生姜、ニンニク入れちゃいます。あと、それだ焦げちゃうかな、鷹の爪まぶしといて、こんな感じでね、温度が上がったら揚げます。てっ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 てれって違うか、何をこんな時間に揚げ物してんだよな、自分でもそう思うよ。ニンニク大好き、ニンニクと生姜がとにかく好きなんでね、油がね予想外に少なかったんで、ちょっと大変かな。低温でじっくり揚げてね、骨まで食べる。どうかな、うまくいくかな。すでに床に粉をばらまいてしまいました。どうしよう、掃除しないと。もうちょっと揚げたら一回揚げちゃいます。こんな感じですね。揚げ物大好き。揚げ物とニンニクと生姜。これ欠かせませんな。
まあ今日はこれ、むしろ2度揚げ、3度揚げぐらいしようかなと思ってます。まあ変な話でこの一口コンロしかないものでこう、まあ、浴び出したやり方みたいなね、苦肉の策ですよ。本当は焼き魚の方が好き。ただね、ここだとそうはいかないもんでね。まあで外で食べりゃ高いしさ。貧乏人なんでね、しょうがない。工夫して。まあ、油ちょっと予想外に使いすぎちゃったな。もうないよ。どうかな。まだっからん。まあ、いじりすぎちゃいけねえとも言うしね。難しい。はい、二度揚げ入りました。果たしてどんな感じで仕上がるか楽しみですね。いい感じ。油が好きでしたね。今またちょっと買い物で油買ってこい。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、失礼します。こういう感じ。
はい、再び1、2、3、4、5、数えてどうすんだよな。まあ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 、まあ、こんな感じで、ね、もういいか。頭の方の2回目てってってんてってれって、あ、違うか、うーん、え、しょうがない、しょうがいってたらしょうがないよね。赤いキャンディー包んでくれたの、古いニュースペーパー、白いペンキ何度も塗り返す、夏の風の中で今頃国の NSC あたり、借り入れ時さと片言交じりで、バルコニーから覗くあんたはブロンドさえも色あせていた、派手な化粧振りまくおでころん、自慢の胸のペンダント、俺の髪を撫で回しながら開けてくれた、見せた写真、もう一度船に乗る夢ばかり上事のように、なんだっけ、間違えてた、好きなブルースかけてた夜は決まって夜明けにすすり泣いてた。はい、できた。あ、今日意外に成功ですね。ちょっとね、ちゃんとお皿に盛りますんで少々お待ちください。